聞いてくれる？実は俺好きな子ができたんだけど。最悪、こういう女無理。俺が少しでも不穏な動き見せようもんなら、差し違えてでも殺してやるって思ってるね、きっと。遠恋してたらどうするの？ああ、それはそれで最高にゾクゾクする。は、怒ってばっかってよっぽどなって。いや、あれ霧島だよな。ハーカン、あの男の気候に慣れてきて1ミリも動揺してへん自分がおる。三つ編み、もう無理、我慢できん。あんたさっきから何やった。びっくりしたわ、こちらセリフじゃん。ボケー、本当にごめん。痛いとこない？彼女はよし、そこに正座しな。説教だ説教。あんた人の部屋に勝手に上がり込んで何しようとしてたのよ。よく考えたら吉野の怒ってる顔しか見たことなかったからさ。だから吉野の寝顔見たいと思ったんだ。寝てる時に怒ってる人間はいないだろ。そりゃあんたがやってること大体いつも犯罪だから。つまりあんた私をあんまり怒らせたくないってこと？女いる男だって 2,3 週間一緒にいたらさすがにわかるわ。首の後ろ後つけられてるわよ。え、嘘よ、意外とわかりやすいわねあんた。何？いや、気づいていたのに怒らないのかなと思って。そんなのあんたの勝手でしょ。怒らないわよ。言っとくけど好きな男が浮気してたら殺すからな。え、吉野って俺のこと嫌いだったりする？私はあんたのことが嫌いだから避けてるんじゃなくて、自分のしたくないことはしないし、でもやるときはやるから、ある意味見ててすがすがしい。俺も吉野大好き。はぁ？とりあえず俺浮気したときに吉野に殺してもらえるように頑張るね。